そこのあなた、めちゃくちゃコスパがいいスマホ、見た目にインパクトがあるスマホ、おしゃれなスマホ、遊び心があるスマホ、こういったものを探している方はこの動画必見です。はい、来ました。出しました。高級なこの部分だ。はい。よーほら、よし。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーい、スタート。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。はい、現在こちら iPhone 8 Plus を使っております。なぜ今回 iPhone 持っているのに購入したかと言いますと、なんとこちらですね、もう4年ぐらい使っております。そろそろ充電がね、荒野行動とめちゃくちゃ面白いゲームにハマっておりまして、ガンガン減っていくのね。というわけで iPhone を使って約10年のヘビーユーザーです。買うんだったら iPhone 以外のスマートフォンは考えられないくらい、スマホは絶対に iPhone の最新機種です。ただね、高いんですよ。お金ないんですよ。じゃあまあちょっと渋りたいから、まあ、安いスマホ買おうかなみたいな、サブスマホ、安いスマホを買おうかなというわけでですね、今回探しました。安いと言ってもね、しょぼいスマホとかだったらね、意味がないので、そこで出会ったのが TCL10 Pro、 商品実物こちらにあります。こちらです。中国のテレビメーカーの TCL コミュニケーションズというところが発売しています Android のスマートフォンとなっております。なんとこちら日本ではあまり馴染みがないかと思いますが、世界第2位のシェアを放つテレビメーカーとなっております。こちら発売日が2020年の5月。スペックはこんな感じ。普段使いに関しては全く壊らない処理速度を持つ Android 型のスマートフォンとなっております。はい、じゃあそれぞれのですね、特色を詳しく、この機能がいいなってところをえりすぐってお伝えします。本体のカラーがフォレストミントグリーンとエンバーグレーというものがございます。プロフェッサー、CPU がですね、スナップドラゴン675、メモリが 6GB。 一般的にですね、メモリは 4GB あれば十分です。ちなみにこのメモリがですね、少なかったらどうなるのかと言いますと、たくさんフォルダを出したりアプリを立ち上げると動作がちょっと重くなったりします。逆にね、メモリが高すぎると、まあ、消費電力がその分上がっちゃうというわけでですね、監督 6GB ちょうどいいと思いました。そしてストレージ、まあ、これ結構重要なんですよね。監督の YouTube もですね、ストレージが足りなくてゲームが入れないとかですね、この荒野コードがですね、6GB ありまして、パンパンなんですよ。ちなみにこの監督の iPhone 64GB ありますが、動画を入れると結構容量圧迫します。今回はこの 64GB のさらに上をいく 128GB なんですよね。すげえな、頼れる。 iPhone ユーザーの方は外部ストレージは iPhone 使えないのが一番でかい、まあ、デメリットなんですけども、 Android 型スマートフォンなんでマイクロ SD カードになりますが、入れることができます。で、監督も早速ですね、 SD カードを先に購入しておりまして、128GB のこちらを購入しました。はい、ということでですね、元々ある 128GB とさらに 128GB 足したので、合計でこんくらいの容量が使えちゃいます。あとですね、簡単な仕様で紹介していきます。まず当たり前ですけども、 Wi-Fi も使えます。 Bluetooth 5.0 も対応。インターフェースは USB2.0、 嬉しい 3.5 イヤホンジャック。その他にですね、指紋認証、顔認証、 GPS、 加速度計、ジャイロ、近接コンパ、 NFC、 Google Play なども対応しております。アプリの起動速度上のグレードよりかはちょっと劣ってしまいますが、普通に使う分には全く困らない性能を持っております。はい、でバッテリーが 4500mAh、 18W の急速充電に対応。クイックチャージ 3.0 が対応しておりますので、フルチャージが約2時間。ちなみにですね、このクイックチャージ 3.0 はですね、スマートフォンのバッテリーが0から 80% の時までは一気に急速充電をされ、80から100まではですね、バッテリーに負担をかけないようにクイッと上がっていく仕様となっております。はい、なおこのクイックチャージに関しては、利用しているスマートフォンと充電器と充電ケーブル、この3つが揃った状態で使えるというものとなっておりますので、ご注意ください。最大稼働時間は18時間、最大待ち受けだけですと300時間持つことができます。はい、ではですね、早速中を開けていきたいと思います。ケース大きいですよね。では開けていきます。おー、はい、来ました。出しました。なんとこちらですね、嬉しいことにケースはついております。はい、こちらです。ケースですね、まずは見てください。エンバーグレーのこの質感、エンバーグレー、高級感がかなり出ております。そしてこちらが液晶画面。ケースをつけます。もうぴったりですね。純正メーカーの方がいいというレビューがあったので、つけたいと思います。かなりいいですね。重さも感じられません。付属品を見ていきたいと思います。まずはこっち 2.0 の充電ケーブル、結構長めに作られております。
続きまして TCR の TCR のロゴ付き AC アダプター、あとはペラペラのクイックガイドと取扱説明書が付いております。全て日本語の取説となっております。一回電源入れますか。長押し。はい、来ました。TCL。このツヤがいいですね。ロゴが出ました。大きさ的には細長。画面サイズもですね、こんな感じですね。この部分、曲面なので、大体同じかと思います。ようこそ。SIM カードを移動していきたいと思います。この本体にですね、SIM カードを抜くピンがありますので、iPhone の場合は、ここにですね、ちっちゃい穴がありますので、押すと出てくるので、監督はですね、こちら UQ モバイルの SIM カードを使っております。こいつをここにありますので、こちら SIM と書かれております。そしてこちらが、SD カードとなっておりますので、というわけでですね、こちら画面が来ました。波打ってますが、撮影するモードの関係でこういった仕様になっております。実際の肉眼に関しては綺麗にさらっと映っておりますので、気にせず見てください。はい、というわけでですね、 Wi-Fi を接続しまして、今現在ですアップデート確認中となっております。お、はい、指紋認証のロック解除が出ました。画面の下にここ光ってますので、ここに何回かやっていくと徐々に指紋が認証されていきます。そしてフェイスキー、まあ、顔で認証させます。顔を使ってロック解除。あ、こういう丸ですね。こいつに自分の顔を乗せて、重心ちょっと左下についた。もう一回やり直しできる。あなたの顔が登録しました。画質めっちゃ綺麗。ちょっとこの動画で表現できないのが悔しいんですけども、めちゃくちゃ綺麗。設定完了。来ました。最初の画面がですね、この宇宙なんですけども、いやーちょっとね、これね、波打ってるんですけども、肉眼で見るとすごい綺麗。これ写真思うぐらいめちゃくちゃ綺麗です。しかもですね、こちらもうサクサク動きます。引っかかることはありません。いや、いいですよこれ。で、ここからですね、監督がピックアップしたこれはすげえっていうですね、特徴を紹介していきたいと思います。画面はですね、有機 EL 製の曲面エッジスクリーン。ちなみにこの有機 EL とはですね、エレクトルミネッセンスの略です。こちらですね、特定の有機物質に電圧をかけると、有機物質自体が光る仕様、発光される仕様です。映像がとにかく綺麗になって薄型になります。このスマートフォンもですね、今ケースついてるんでわからないかと思うんですけども、相当薄いんですよこれ。あとこの有機 EL なんですけども、映像を映すためにバックライトというものがあるんですが、こちらがですね、常に点灯しているため、黒の表現がですね、しっかりくっきりと映ります。実際にですね、監督なんですが、家電量販店にいた際に、有機 EL 対応のテレビと、有機 EL ではないものを比べると、もう全然違いました。色がくっきりはっきりと、明らかに有機 EL の方がいい。映画が流れてたんですけども、絶対こっち、絶対有機 EL って言うぐらい、映像の質感がね、リアル。本当にこれはもうぜひ家電量販店で見てください。おディスプレイが来ました。こちらも後で紹介します。画面サイズが 6.47。水滴ノッチを採用しております。こちら、この部分がノッチで、水滴みたいになってるのがノッチ。iPhone の場合、ノッチが付いてるんですけども、インカメラが付いてるんですけども、これちょっとだけなので、画面占有率がなんと 93%。解像度は 1080×2340 ピクセル。そして、より広い明るさの幅を表現できる HDR10 に対応しております。この HDR とはなんぞや、はい、ダイナミックレンジの略です。明るさの幅、最も明るい部分と最も暗い部分の差です。より自然な感じに表現できるのが HDR の機能。はい、ただですね、この HDR なんですけども、HDR に対応したものでなければなりません。例えば映像も HDR 対応。ただですね、このスマートフォンは強いですよ。例えば HDR 機能がついてなくても、こちらの機能、SDR、HDR アップコンバート機能。こちらを使うことによって、通常の動画も HDRより近く HDR 並みのコントラストで再現することが可能となっております。いいです、最高。ディスプレイは3つ、ブルーライト軽減、アイケアモード、ダークモード。はい、そして画面には先ほどご案内しました指紋認証センサーですね。まあ、スピードとしましてはですね、いきます、よーい、はいはい、これくらいのスピードですね。監督の iPhone のスピードだとして、電源つけます。そしてまあ、これぐらいのスピードですね。まあ、そう比べるとちょっと遅いのかな。あ、そんな変わらないですね。そして、ここについてます、インカメで顔認証もすることができます。顔認証めっちゃ早い。いきますよ。通常はここでやらなきゃならないんですけども、顔認証の場合は、一回ここを押します。そして、はい。早くないですか？もう一回いきますよ。はい。おら、これ、
はいや、素晴らしいですね。続きまして、監督かなりですね、気になっていたカメラ機能、動画を作っているというわけですね。特に最近はですね、料理の動画ですとか、あと外食にさせたいな食べ物のこの iPhone でですね、上げているのですが、もう iPhone のカメラめちゃくちゃ綺麗なんですよね。最初から備わっています、編集の明るさやコントラストを上げるものをさらに加えると、もうまさに一眼で撮った画質になるんですよね。果たして、君はどうなんでしょうかね。Android のスマホというわけで、こちらのスマートフォンにアウトカメラが4つも付いております。この左右はですね、フラッシュなんで、1、2、3、4つ付いております。で、さらにここのインカム。なんて、5個も付いております。最初ね、まあ、ガラゲーから入った身として、技術の進歩すげえなと。これから先10年、20年だったらもう20個、30個付いてんじゃないのかっていうのは、それはない。はい、というわけでですね、まずアウトカメラなんですが、一番高画質なものはですね、6400万画素の広角レンズ。続いて、1600万画素の超広角レンズ。そして、500万画素の、もう、マクロのレンズ。そして、約200万画素の暗所撮影レンズ。まあ、暗いところで使うレンズ。そして、インカメの、2400万画素のカメラ。この5点が付いております。はい。ちなみに、オートフォーカス、ピントタッチしたりね、顔認証やったりできるんですけども、こちらなんとオートフォーカス3種類も付いております。まず1つがですね、コントラスト検出のオートフォーカス。コントラストといえば、明るさと暗さを認識して、どっちにピントを合わせるかっていうのが、こちら。続きまして、増明位操作オートフォーカス。こちらはですね、説明するのが難しいので、もし興味がある方はですね、こちら検索していただけますと、詳しい内容が書かれておりますので、興味がある方はぜひ検索してください。そして、3つ目、レーザーオートフォーカス。簡単ですね。レーザーをカメラからですね、ピーッと出して、その反射の状況を検知して、あ、ここに合わせるべき。で、その対象までの距離を測って、ピントをフォーカスしてくれるというですね、機能ですね。まあ、この3つのオートフォーカス機能がついております。他にもですね、暗いところに行くと、ロウハイモードというですね、画面がですね、暗所モードに切り替わるモードですとか、ハイブリッドズーム、こちらですね、10倍のズームをすることができます。さらに、デュアルトーン LED フラッシュもついております。先ほどのですね、この2つのフラッシュですね。はい、で、今ご案内したものがですね、写真撮影についてなんですが、動画もこいつ強いです。まずはですね、手ぶれ補正機能。いいよね。絶対欲しい。AI による動く車体追尾機能。これすごくない？スマートフォンにね、例えばこれ徹底したら、それと追尾してくれるんですよ。いや、すごい。はい、あとはリアルタイムズーム。そしてスローモーションがですね、3つありまして、4倍、8倍、そして32倍。はい、で、あと動画カメラなんですけども、アウトカメラで一番高画質なものがですね、4K 撮影することができます。30fps です。インカメラもですね、一番いいのが 1080p で撮影することができます。またですね、これ撮影のモードではないんですけども、スマートフォンの機能として、保存した映像の中で、自動で被写体を認識して、それと切り取って保存するというですね、機能もあります。はい、というわけでです。監督が気になるですね、特徴を説明させていただきました。スーパーブルートゥース機能。こちら何って思うんですけども、簡単に言うとですね、自宅にあるブルートゥースの機器ですね、ブルートゥース内蔵のスピーカーですとか、何台かですね、持っておりましたら、そいつらに、おいお前ら音出せって指令をかけまして、同時に最大で4台まで流すことができます。その4台で流すことによって、やべえぞというわけですね。例えば、音が流せない状況で、同じ音出すからね、みんな同時にね、はい、そしたらもうブルートゥース機能で、それぞれのところから音が流れるという機能、という使い方もできます。すげえ。はい、それとして、物理キー設定。これもね、普通のスマートフォンにはなかなかない機能。こちら、ここが電源ボタンです。で、左にですね、もう一個ですね、同じ位置にあるんですよ。こいつが物理キーとなっておりまして、1回押すシングルタップ。そして、2回押すダブルタップ。そして最後、長押し。この3つを設定することによって、自分が好きな機能をそれに割り当てることができます。まあ、簡単に言うと、ショートカットキーみたいな感じですね。この機能感覚、すごいありがたいなと思いました。続きまして、IR リモート。こちらもなかなかないと思います。端末上部にですね IR ライトを搭載しておりまして、こちらなんとリモコン代わりになります。設定は必要なんですけども、大手家電メーカーとかであればテレビとね接続することによっていちいちリモコン出さないでこれでもう操作できちゃいます。こちらもぜひ今後活用していきたいなと思っております。続きまして、充電エフェクトがかっこいい。充電やってみましょうか。セットをしますと、はい、おおー、なんか動いてますよ。やばくないっすか。
なんか、おお、波打ってる。水入ってますよ。さすがにジャイロは感応しないのか。これ上がってくと、こう満杯なんじゃないのかな。いや、かっこいいよ。多少消費電力は普通のやつには上がるけども、ほんとビビたるものだと思います。いや、いい。こういう遊び心、大好き。続きまして、OTG、リバースチャージング。馴染みないかと思うんですけども、簡単に言うと、このスマートフォンが、なんと充電器になります。こいつに端子をつけることによって、まあ、友達が充電がね、スマートフォンを出して、つけることによって充電することができる。充電をこっちからじゃなくて、こっちから向こうに充電させることもできます。すごい。今のスマートフォンはこんなにすごいんですね。もちろん iPhone にはなかったですよ、こんな機能。今あるのかな？わかんないけども。はい、というわけでですね、いろんな情報を調べたものを今紹介しました。実際にこの TCL を使ってみて、いいものはいい、悪いものは悪いというものをちゃんとしっかりとですね、レビューしていきたいと思いますので、今の時点で監督めちゃくちゃ大満足しています。TCL 10 Pro ですね、約2ヶ月かな？使いました。そして、結果が出ました。10 Pro iPhone 8 Plus メインはこっちじゃなくて戻します。なぜですね、戻すかと言いますと、まあ、監督だからこそ絶対にこいつがいいとは言い切れません。ただ3つ大きな点があります。まず1つ目、まあ、これ一番でかい点なんですけども、この iPhone 8 Plus では問題なかったんですが、変えてから LINE の音声通話とビデオ通話がなんかこっちの声が向こうにうまく届かない。向こうからの声は全然聞こえるんですよ。ただこっちから喋った音が相手側に聞こえづらくなってる。向こうの声を自分は実際聞いてないんでわかんないんですけども、え、聞こえなかった、え、何っていうね、なんか音声が届いてない感が結構頻繁にあるんですよ。なので、この機種が悪いのかな。まあ、そして2つ目、指紋認証がなかなか反応しない。これ結構痛手。まあ、指紋認証使うなって話なんですけども、やっぱ欲しいよね。 iPhone8 だったらペッてなんですけど、こいつの場合なんですけども、ちょっと見せますね。一回触ったらこう指紋認証の場所が出るんですよ。こう押します。うわー、もう一回してください。やっと出たみたいな。もうこれがなかなかストレス。指紋認証解除したら解決する問題なんですけども、つける場合に関してはこれに変えてからというものを結構反応が遅くて、何回かやってやっとなるみたいな、あーもういいやみたいな、というそういうことが何度かありました。続いてですね、もうカメラかな。皆さんカメラ撮りますでしょうか。過去に撮ったものをですね、紹介していきたいと思います。じゃあこういう感じです。いかがでしょうか。 iPhone 8 Plus で撮った場合は全体的にですね、ピントが綺麗に合うんですよ。ただこの10 Pro で撮るとピンポイントで撮れたところは綺麗なんですけども、周りがボケるっていうかブレてる感じがするんですよ。あと色が濃い。 iPhone に関しても、まあ、加工はしてるんですけども、この10 Pro で加工しても目立つ。カメラでカシャってするんですよ。音がね、ダサくてでかい。 iPhone 最高。これが今まで使ったやつです。ポコッ、もう一回いきます。ポコッと、よくないですか。ただこの10 Pro いきまーす。でけえな、めっちゃ写真撮っとるやん。カラッガシャッてのザッ撮ってますみたいな。だからもう食べるときカメラをこう、このボタンを押さないように持って、ここから音が出るので、こう閉めてからか、もしくはもうこうやってっていう感じ、できるだけ出さないようにするためにギュッと押してっていうことをやってるんですけど、このね、めんどくさい。というわけでですね、期待していた天ぷらなんですけども、サブ機にしてメイン戻したいと思います。ただすごいのは動画がやっぱ綺麗なんだよね。 HDR も対応してて、あと画面がでかいっていうところは本当にいいんですけども、戻したいなという結果になりました。はい、というわけでですね、この例はですね、本当に一例ですので、なんか参考になっていただければなと思っております。はい、ではですね、また次の動画で会いましょう。見た目にインパクト。劣化 SD カード外部ストレ他の具食べたところなんです。そしてより明るい、より表指紋認証センター、ここもね、カメラいいよ、カメラいい。 OTG リバースチャージング、チングはい。で、画面がですね、こちら 6.5 なんですか、なんかメール来たのかな。